こんにちは。今日はこれ麻ひもとオパール系と組み合わせて編んでいこうかなと思います。で、このカメレオンカメラも使っていけたらなと思います。このカメレオンカメラは、まあ、全部下の楽天ルームに載せてるので、よかったら見てみてください。これがウール 75%、 ナイロン 25%、 100g 420m 入ってます。で、かぎ針の指定が3号って書かれてますね。で、カラーナンバーが25番です。で、こちらがオパール系糸。これが5193番ですね。毛が 75%、ナイロン 25% です。いいな。で、これは麻紐 520m 入ってます。まあ全部ね、結構メーターが入ってるので、めちゃくちゃ楽しめる糸ですね。これをまずね、これを組み合わせて編んでいこうかなと思います。こういう風に中から取って、やっぱね、麻ひもをこうやって寝かせておくと使いやすいかなと思います。でも、こうやってね、なくなりかけてる場合は、私の場合はこうやってね、ごそっと抜いて、で、ここをね、こう取って、こんな感じで取って、で、こういう風にしても置いときます。で、麻ひももだいぶまだまだあるので、まあ、これがなくなっても次があるので、もうどんどん使っていきますね。で、今回は、まあ、丸底でやっていこうかなと思います。こう組み合わせて、こう円を作って、輪を作って、で、今回も10号でやっていこうかなと思います。で、こういう風に取っていきます。こうやってね、組み合わせていくとだいぶね、可愛くなるので、めちゃくちゃお気に入りですね。なんかね、ちょっともったいないような感じはするかもしれないんですけど、バールケードとか。まあでもね、これもめちゃくちゃメーターが入ってるから、こういう楽しみ方もありだなと思って。こんな感じでちょっとやっていきますね。なかなかね、この1本でバック編むとか無理じゃないですか。無理ではないと思うんですけど、めっちゃ果てぬしてないですよね。で、強度もそんなにないかなと思うんですけど、こうやって麻ひもと引き揃えてあげると、まあ、結構普通に編めていけるし、しっかりね、色も入っていってくれるし、めちゃくちゃ可愛いんですよね。この輪の中にゴム編みを6個していきます。で、また円の増やし方は別で取ってるので、そちらをリンクで貼っておくので、よかったら見てみてください。で、一番最初もね、分かりにくい場合は、一番最初入れたところでマーカー入れとくといいかなと思います。一番最初の細編みの頭。で、2、3っていう感じでやっていきますね。で、今回も表を見て引き抜くときだけ、輪を大きく引っ張って引き抜いていこうかなと思います。そこだけちょっとお伝えしてますね。4。ロックしますね。そしたらこっちを表にして、もういきなり来るんですけど、引き抜くので、その前にここを引っ張りますね。この2本切れてる部分をふっと引っ張って、この時点でもめちゃくちゃ可愛いんですよ。こうやってね、大きく輪を出して、で、この輪を左手とかで持っときますね。で、一番最初の細編みの頭がここ、マーカー入れてるところなので、こうやって入れてるとすぐ分かるのでおすすめですね。後ろからこう取って、こんな感じで、で、この輪っかをかけて、この時点でもね、一番最後の細編みの頭をマーカーしとくといいかなと思いますね。ちょっと忘れてましたね。ここ一番最後の細編みの頭なので、ここにマーカーしときます。で、ここでぐっと引っ張って、で、ここ引き抜きます。引き抜いて、で、ここの時点で、まあ、いつもだったらね、こうやって巻き込んでいくんですけど、これもね、こう、ここで巻き込んでいきたいので、
こうやってやっておきますね。でも反対側に進ん、あ、こっちか、こっちに進んでいくのにこうですね。で、立ち上がりを一つします。で、これをもう裏を見て編んでるので、まあ、裏を見てずっと編んでいきますね、交互に。で、最初はここなので、最初の細編み、一番最後の細編みの頭を入れたところが次最初になりますね。で、これも巻き込んでいきたいので、こう通って、で、ここに針を入れて、なんかね、割と麻ひも1本で編んでいくより、こういう風に引き揃えると、なんていうのかな、かぎ針がこう刺しやすくなるんですね。ちょっと滑りやすくなるので、編みやすいと思うので、そういう意味でもね、こうやって引き揃えると楽ですね。楽だし可愛いし、もういいことしかない感じですね。ここからね、増し目していきます。2段目、最初から同じところに細編み2つっていう感じで増やしていきますね。で、一番最初のところにまたマーカーしとくといいかなと思います。で、やっぱり滑りやすくなるし、こう穴が開いていってるので、結構ね、取れやすくなると思うので、こうやってパチンとしとくといいかなと思います。まあ、最初のうちはすぐね、こうやって来てめんどくさいかもしれないんですけど、分からなくなっちゃうよりは置いとくといいかなと思います。で、この糸も巻き込めるところまで巻き込んでいってますね、私は。で、こういう、なんていうんですかね、円を編んでいくときとかは、この外側、ここですね、外側がこう、なんていうんかな、大きくなった方が、綺麗に、こう、平らに円がなっていくと思うので、そういうところも、なんか、やっていただくといいかなと思います。こういうふうに大げさにすると、こうして、ここでこう引っ張ってる感じですね、ここ。円の外側は、広いですもんね。広いっていうか、こういう風に取っていきます。あ、増やし目のところでね、こうするのはちょっと難しいかもしれないんですけど、だいぶ変わってくると思うんで、私はそういう風にやってます。こんな感じにやっていきますね。で、裏を見て、あ、この引き抜くときは、こっちは裏なんですね、糸を残してるところ普通に引き抜きしていくので、そういう風にずっとね、増やしていきます。で、何段増やしましたっていう感じでまたお伝えして進めていこうかなと思います。こう普通に引き抜くところもちょっとやっとこうかなと思いますね。まあ、最後の方まで来たんで、で、ある程度こう巻き込んだから、今度は巻き込まずに置いていこうかなっていう感じで、ちょっと入りにくい部分も最初はあるかもしれないですけど、あとはまあ、サクサクね、こう編んでいけると思うので、普通に1本で編むよりは、麻ひも1本で編むときはやっぱりちょっと引っかかり、なんていうんかな、麻ひも独特の引っかかったりとか、そういうのがあると思うんですけど、まあ結構滑るかなと思いますね、その1本で編むよりは。こんな感じで、ここが一番最後ですね、マーカーが入っているところで、こうして2個入れますね、また1、2、だから最初の細編み6したところの2つずつ入れたので、この段は12入っていることになりますね。で、この時点でまた一番最後の細編みの頭にマーカー入れときます。で、パチンとして、で、次は普通に手前から向こうに、最初の細編みの頭なので、これマーカーしてるところ、ここに針を入れて、で、引き抜いて、あれれ、引き抜いて、立ち上がり一つ、まあ、一番最初のところもマーカーしてるままの方がいいかな。次はまた裏返した時、次一番最後っていうのになるので、こんな感じでずっと進めていきます。で、裏返しにして、だからずっとずっとこの裏山じゃないわ、裏目を見て編んでいくことになりますね。このプクプクってしてるのが裏です。こっちはプクッとしてないですよね。これ表の編み目、裏を見てスッと編んでいきます。またここからなので、ここから増やしていきます。こんな感じでやっていきます。はい、こんな感じで編んできました。で、結局11段編んでます。で、これでどれぐらいの大きさかお伝えして進めていこうかなと思います。
大体20センチぐらいですかね、直径20センチぐらいで、ここで増し目なしでまた交互にやっていこうかなと思います。まあ、交互にやっていくと歪みが少なくなっていいかなと思うので、結構交互で細編みで編んでいったりしますね。まあ、交互で中長編みとかそういう長編みとかそういうのでも面白いと思うんですけどね。細編みが大好きなんで細編みでやっていきます。で、裏返してこの一番最後の細編みの頭、ここもマーカー入れとくとこうやって見た時にすぐ分かるのでおすすめです。で、こういう風に入れて、で、またマーカーを一番最初っていう感じで入れていって、で、一番最初のところもマーカーしとくと本当はいいですね。ここですね、一番最初こうしてこうマーカー入れときます。そしたらぐるっと回ってきて、一番最後のところもここだなって一目で分かるのでこう入れていくといいかなと思います。で、ここからはもう増し目なしでずっと細編みを一つに対して一つ編んでいきます。こんな感じずっとやっていきますね。で、またここが増し目なしでやり始めたところっていうことで、横にマーカー入れとくといいかなと思います。で、何段編みましたっていう感じで、またこう数えやすくなっていくので、ここで横に入れていきます。ではね、好みのところまでやっていこうかなと思います。ちょっと浅めに編んで、で、上この色で、やっていこうかなと思います、今の段階では。ではやっていきます。はい、こんな感じでずっと編んできて、今細編み増し目なしで14段編んできてます。このマーカーの上からですね。で、ここで次のこれを入れていこうかなと思います。最初言ってた通りで、こっちが裏になるので、どっちが裏かな、こっちが裏ですね。裏になるので裏に糸を当てて、こんな感じで当てて、次はこの糸と麻紐になるので、この使う糸だけを引っ張ってきます。こういう風に。で、使わない糸はこっちでこう緩みを解消させたりとかして、こうこっちに持っときますね。で、ここでグッと押さえて、で、こっちで使う糸をこうスタンバっといて、で、ここで引き抜きます。これで次の糸に変えれました。で、また表を見て引き抜くので、ここは同じですね。輪を大きく持って、で、後ろから最初の細編みの頭に針を刺して、輪っかをかけて引き抜いて、で、立ち上がり一つのところでこれは巻き込もうかなと思います。で、こっちはもう使わないのでカットしときますね。こんな感じで巻き込んで、巻き込むっていうか挟んでますね。で、ここで立ち上がり一つすることでこうやって止まってくれるので、で、次はまたこれを裏を見てまた編んでいきますね。次はこの糸と麻紐、グレーのはもう絡まっちゃうので置いときますね。これでこの段階でこれを巻き込んでいってもいいかなと思います。で、次は裏を見てやるので、こっちが裏なので裏に糸を当てて、一番最初、ここはね、一番最後の細編みの頭が一番最初ですね。ここでまた細編みして、で、マーカーを入れて、こうやって手前に糸を当てながら巻き込んで編んでいこうかなと思います。こんな感じで、で、7目8目ぐらい、まあ、できれば巻き込みたいんですけど、それぐらい巻き込んで、で、ある程度巻き込んだらもう外して、巻き込んで、こうして、次は外して、で、外したらもうここは決まるので、緩みがこう中で緩んでる時があるので、ここでカットしておきますね。これで糸始末はもうできてます。これでずっとまた何段編みましたっていう感じでお伝えして進めていこうかなと思います。では、やっていきます。はい、
こんな感じでずっと編んできて一番最後の細編みしたところです。そしたらここの最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がり1つで裏返しにして、ここからはこうモクモクさせていこうかなと思って厚編みみたいな感じでやっていこうと思います。ではこの根元のところに細編みを1つして始めようかなと思います。ここ引き抜きで最後の細編みの頭はここですね。これ引き抜きなので違います。これが一番最後の細編みの頭なのでここを刺してここが一番最初になりますね。で細編みしたらまたマーカー入れときます。マーカー入れてパチンとしときます。そしたら次は引っ掛けて 1,2,3 個目のところに針を入れて、まあこう引っ掛けてますね。引っ掛けて 1,2,3 個目のところに針を入れて長編みを同じところに6回していこうかなと思います。2回目引っ掛けて3回目、引っ掛けて4回目、引っ掛けて5回目、引っ掛けて6回目。結構ぎゅうぎゅうなんですけど頑張って入れていきます。で6回したら 1,2,3 個目のところにいつもね細編みをしていくんですけど今回は引き抜きをしていこうと思います。こうしてこのまま引き抜きますね。こういう風に。で、引き抜いたら、また引っ掛けて、この入ってないところから、1,2,3 個目のところに針を入れて、また長編みを同じところに6回していきます。2回。引っ掛けて3回。引っ掛けて4回。で5回6回、こんな感じずっとマクマクってさせていきます。なのでね一番最初の細編みっていうよりは、あそうですね、でも一番最初に帰ってきた時に細編みの頭に入れたいかなって思うので最初は細編み一つに始めていこうかなと思います。ではずっと一周にここの最後の方までやっていこうかなと思います。はい、こんな感じで一周編んできました。で表に返して編んでましたね。でここで最初の細編みしたところにつけようかなと思います。そして最初の細編みここにあるのでここに針を入れてで引き抜きをして終わりにしようかなと思います。でここでカットしますね。このハサミでカットします。チンとして引き抜いてで糸始末をしていきます。持ち手は別でつけていこうかなと思いますね。でこういう風にベラーンってなってるのでこのまあこれをここから出てきてるのでこれをまたいだ形でこういうところに刺すとこうグッと引っ張られるので裏に糸始末していきますね。そしてちょっといったらまた返しでやってここから出てきてるのでまたこういう風に返って糸始末していこうかなと思います。こんな感じで表に出てないかなって確認して、うん、あら硬い。こんな感じで糸始末します。で糸をカットして完成です。で一応ここ押さえてこういう風にやってみますね。でこのモクモクってしてるのが11個なので1個だけはこう半分になった状態でこういう感じで、こっちはこっち違いますよね。でもこれはもうしょうがないなと思うのでまあ、ここも合わせてもいいですね。なんかこう雰囲気が合うようにここは一番合うかな。こんな感じで別にこっちとこっちがこうちゃんと合わなきゃいけないってわけじゃないと思うので、まあ、
こういうところでこの端を合わせようかなと思いますね。で合わせてここで決めていくので、もうちょっとこうかな、まあここの入って一番いっぱい入っているところの一つ横ぐらいが端かなって思って、ここマーカーつけときますね。マーカーつけて、でこっちもここの入っているところの隣、ここが端かなっていうのでもう一回見てみますね。こういう風に見てみたら、まあいい感じですね。こんなこっちとこっち、これで持ち手をつけていこうかなと思います。まあ本当はね、このモクモクってしたところの数で数えて、まあ2個入ったところと2個入ったところみたいな感じで見ていくのが一番簡単につけていけるかなと思うんですけど、まあここはそうしようかな。まあ数は数えてもいいと思うんですよね。1周が66あったんですよ。それでまあ一応計算してみてるんですけど、2分割したら33の33で、33片方あるのでそれを持ち手をつけていくので3分割します。そしたら11、11、11になるんですね。でちょっと中を広めにしたいなと思ったので13にして1つずつこうもらってきますね。そしたらここは1つ減るので10、13、10になります。それでいこうかなと思ってるので、まあここでね、こっちからしよっか。こっからこの細編みのところを見て1、2、3、4、5、6みたいな感じで数えて、ここのポチってしてるところを数えると数えやすいかなと思いますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10なので、ここから持ち手をつけていこうかなって思いますよね。ここのこういうところを、そうですね、外側に向けて取ろうかな。こうして、でこの色でここの上の部分編んだ色と同じ感じでこの2本取りでやっていこうかなと思うので、こうしますよね。ほっといてですね。で中が裏なので裏に糸を当てて、でここで引っ張ってきます。ちょっと一応ねこれ長めに残しとこうかなと思います。こんな感じで、でここで鎖編みをしていって持ち手の長さを決めていこうかなと思いますね。ではここからグッとしたところから1、2、3、あ、グッとしたところも数えていきましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう感じで数えていって、でここの今入ってるところ、ここだなって思うので、その入ってないところから間は今回13なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13開けるので14個目に入れるんだなって思いますね。じゃあ14個目のところにマーカーをつけといて、ここに鎖編みをしたものをつけるっていうので、マーカーしときますね。でここで何目しましたっていう感じでまたお伝えして進めていこうかなと思います。ではやっていきます。はい、ちょっとねやっていこうと思って、まあちょっとやりにくいかなと思ったんですよね。こうねじれていくので、やっぱこう見てこう針を刺した方がねじれないのでいいかなと思うので、ちょっとやり直そうかなと思いますね。こうしてこの状態でこっちから刺そうかなと思います。でこういう風に鎖編みをしていくといつも通りやっていけると思うんで、ここから1、2、3、4、5っていう感じで数えていきます。では数えていきます。はい、こんな感じで30鎖編みを編んできました。でさっきマーカーを入れてたところ
平手にマーカーを入れてたところのこのポチッとしてるところ、ここは拾えるんですね。ここを横に刺して、で最初も引き抜きで透けてるので、ここも引き抜きにしようかなと思いますね。こうしてこう引いてきます。でここをもう一回グッとしときますね。で裏返しにして、まあここで太さを決めていこうかなと思うんですけど、まあ持ち手この細い感じでもいいかなと思って、まあ細い感じが私好きなんですよね。だからね、ここをこの引き抜きだけで終わろうかなと思います。次の、まあそうですね、裏山を取っていきましょうか。もしかしたらね、もうちょっと増やすかもしれないですけど、引き抜きでまた変えてないかもしれない。まあそれでも面白いですよね。でね、ここで、まあ、このまんまの流れで、ここですね、一番最後のこういうところ、2本取りでやってるので2本取れてるところですね。ここを1本取ってずっと引き抜きにしていこうかなと思います。こういうふうにこうやってずっと最後までやっていこうかなと思います。ではここまでやっていきます。はい、こんな感じで最後の方まで引き抜きをしてきました。そしたらこことここ一番最後まで入れていきます。こういうふうに引き抜きをしていって一番最後も引き抜きします。でやっぱりもう一回ね、こう引き抜きで変えていこうかなと思います。もうちょっと強くなっていくと思うんですよね。それで、まあ、次こっちを引き抜きしていくので、まあ、もう一つねこっちを拾おうかなと思います。今ここを取ってるんですけど、一番最初引き抜きで始めたところなんですけど、そこより外側のこのポチッとしたところを横に取って、で全部引き抜きでつけているので、ここも引き抜きにして、引き抜きにして、でこれでまたずっとねここを取って引き抜きで変えていこうかなと思いますね。これねちょっとしっかりしたかなと思いますね。で向こう側のこういうところ、また1本を取って、でこれはね、まあ、糸始末をなくすために巻き込んでいこうかなと思います。こうしてここをグッと締めて引き抜いて、でまたここ通りますよね。で取った時にいつもだったらこのまま巻き込んでいくんですけど、これだと弱いと思うので、今かけたので次は外して、また交互に引き抜いていこうかなと思いますね。と入れたら次は、今外したので次は引っ掛けて引き抜く。でまたこれ針を入れて、今引っ掛けたね、次は外します。外してっていう感じで、ある程度のところまでこういう風に巻き込んで、あとはまたここまで変えていきます。ではここまでやっていきます。こんな感じで最後の方まで引き抜きをしてきました。あとこことここですね、引き抜きをして、ここも入れて、でさっきも最初始めたところから外に1個行ったので、ここもつけたところより外に1個やっていきます。ここつけてるので、その横を横にこう拾おうかなと思います。で引き抜きして終わりにしようかなと思いますね。でここでグッと止めます。でここで糸をカットして、ここはまた糸始末していきます。でここのもう反対側も同じようにやっていきたいんですけど、この数える時に一番最初入れたところありますね、ここなんで一番最初、ここからこの次からですね、次から今回は10なので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていう感じで、まあ、ここに一回マーカー入れといてもいいと思うんですけど、これがこっち側っていうことで、10。で、
で、あとはここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個目のところ、そうですね、10個目のところにまた入れていきます。ここからこうして、ここの裏のポチッとしてるところを横に取って、でまたこうやってつけていきますね。同じようにやっていきます。でこういって、またこう帰ってきた時に、この今入っているところより外側に引き抜きをして、また鎖編みじゃないわ、引き抜きして、またこっち側も外側、今やったみたいな感じでやっていき、やっていこうかなと思います。ではそこまでやっていきます。はい、こんな感じでもう片方もつけてきて、糸始末も全部終えてきました。でサイズを測って終わりにしようかなと思います。こんな感じで横幅が、31センチですね。で深さはね、まあ、この一番低いところでお伝えしようかなと思いますね。どこまでっていうかね、このマーカーが入ってるところまでにしようかなと思いますね。増し目なしで編んだところがそうだと思うんで、14センチぐらいですかね、一番浅いところで。でここなので、マーカーが入っているところで、ここまで待ちは、まあ、お伝えしますね。19センチ、20センチぐらいで言ってたのかな、19センチですね。こんな感じになってます。で持ち手はね、ちょっと短めになってますね今回。この出てるところから出てるところまで、7センチぐらいですね。で持ち手の幅も一応測っておくと 1.5 センチ。こんな感じになってます。めっちゃ怖いですねもくもくって捨てるの、こんな感じで持っています。でこれはね、なんかネット編みしたものの中にこうやって入れて、この持ち手はね、こうやってペターンってなるんで、カゴとしても使えるし、結構使いやすいかなと思います。こんな感じで、なんかビニールバッグの中に入れても可愛いかなって思いますね。このマチがね、結構広めなので、ちっちゃくてもね、広めだからだいぶ入ると思うんですよね。コンビニ行く時に財布ポイって入れて、まあ長財布とかも入ると思うんですよね。私も長財布断髪しちゃってなくしちゃってるんでないんですけど、まあ入ると思うんですよ。横幅こんな感じになってます。こういう風に最後仕上げることで、また違う雰囲気になると思うので、ぜひ、まあ、松編みが松編みみたいな感じなんで簡単にできるので、ぜひ取り入れてみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。